安倉神社は、兵庫県神戸市東灘区元山町の安久良さんに鎮座する神社である。式内社で、旧社格は孫社。スサ佐能の命、大国主命、大都市細命、市井根津彦命を廃止する。創立に関する詳細は不明であるが、境内外に多数の岩倉軍が見られ、古代祭祀の場であったと考えられる。境内外地より、石器時代、 青銅器時代、弥生時代後期の弥生式土器や石符、石鹸など、種々の遺物、特に有名なものとして、約20センチメートルの銅貨が出土している。そのいずれもが、儀礼的用途を持つものと交渉され、ハフリベ土器、ハリセイマガタマも発見され、祭祀は、非常に古い時代から行われていたと考えられる。安倉神社有書書によると、社名の起因も1、 シ根ネズヒコ命の子孫たる、クラ水森ひが祖先を採取した手祭りに、三観役の戦利武器を収蔵するよりとあり、元来の主催神は、神武統制時速休門に現れて、軍勢を先導したシ根ネズヒコ命である。シ根ネズヒ命は安倉神社の南に位置する神戸市、東灘区の青木の浜に青亀の背に乗ってこの浜に、漂着したという伝承があり、それが、 青木の地名の由来となった。吉井義高は当社を、C ・根津彦命は、大阪湾北側を支配する海部の主張であったとされ、西宮恵比寿の奥恵比寿社の元宮と推測している。また、住吉大社神社記には、布久氏両府山の名が見え、摂津氏には、県庁二年重州の胸札を所持することが記載されている。社頭の東明大の進化は、 なだの一つかと呼ばれる、常野灯である。そのいわれは、山と武の命が熊祖遠征の木と、夜に航路がわからなくなった時、安倉神社の塔下が見え無事に、南波へ帰りつけたことにあり、以来、沖の船人頼りに思う、なだの一つ日ありがたやの雇用通り、広く数形され、航海者の一進路となっていた。安倉神社の西側には、1975年に、植林された、 安倉梅林があり、白、加賀、マヤ勾梅など、白梅約150本、勾梅約100本が植えられている。またこの神社と梅林の間には、金長山から吹雪岩を経て、六甲山最高峰に向かう登山道が通っており、市街に近いので西イ山、高取山、畑塗山らと同じように、毎日登山が行われており、1000回以上の登山者が多数いる。 神社への綴ら折りの参道がある南側の断層崖では2016年より六甲砂防事務所が発注した安倉地区斜面対策工事が実施されており、宝枠港、アンカー港などにより休憩者地の崩壊を軽減する措置が進められている。ウィキメディアコモンズには安倉神社に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。